皆さんこんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日もとても楽しいお稽古でした。子どもというのはいつも先生が楽しみながらやっていることをよく知ってくれています。いつも先生にこんな曲弾いて、いろんなことを教えてくれます。誰でも自分の話をよく聞いてもらい、褒めてくれる人の話は聞いてくれます。今日もハグッドプリキュアを弾いてみました。誰でも得て不得てがあります。子どもたちは本当に何でもよく知っています。指を動かすことで考える能力、自分で間違いやミスを見つける能力、計算力、学力向上にもつながります。先生もいつも上手になるように反復練習を繰り返しています。楽しみながら幼児期の導入は、楽しみながら学ぶことが一番です。今日も先生はとても嬉しいです。いつもいろんな話を聞かせてくれますが、誰でも調子の良い時、悪い時、特にこの猛暑ではなかなか子どもも集中力を保つには難しいことです。子どもの集中力を保つためには、楽しいなぞなぞ、ダールマさんがコロンタ、いつも子どもたちは喜んで先生にもう一回やってといつも言ってくれます。誰でも自分の話を聞いてくれると嬉しいものです。今日も指の簡単な曲で指のトレーニングをやってみます。今日はカエルの歌で弾いてみますね。肩や手首の力を抜いてリラックス、ゆっくりと焦らず慌てず指を動かすことで脳の活性化、海馬という部分がより一層促されます。それでは今日も左手からゆっくりと指をカエルの歌で動かしてみます。スラーとスタッカートでやってみますね。特に左手を使って弾くということは脳の活性化につながります。ピアノというのはいろんな奏法があります。オクターブにユニゾン、交互奏、トリルやターン、グリッサンド、ペダルの踏み方も実に様々です。ピアノは音の出し方によって立派なオーケストラ楽器に変わります。いろんなアーティキュレーションをさまざま工夫してつけてみる、楽しみながら学ぶ、これが一番です。今度は右手でカエルの歌を弾いてみますね。Thank you.
リラックスして弾くことが一番です。今度はスタッカートで弾いてみます。指のポジションを理解して弾くということはとても楽しいことです。音楽用語も一般的にイタリア音名で書かれていますが、近現代のサティやドビュッシーを弾くときはフランス語で表記されています。ベートーベンやシューマンを弾くときはドイツ語で表記されています。理解しながら弾くということはとても楽しいことです。上達するためにはいつも先生は反復練習を繰り返しています。マルカートで弾いてみたり、スラースタッカートで弾いてみたり、上手になるためには少しずつ反復練習も繰り返すことが一番です。指のトレーニング、指番号の理解、ゆっくりと肩や手首の力を抜いて弾くことが上達への近道です。主要三和音にスケールの理解もしながらゆっくりと弾いてみる。子どもたちは楽しいことが大好きです。いつも先生にこんな曲弾いて、こんなことあったよ話してくれます。知っている曲から楽しく学ぶことが一番です。しながら弾いてみる。今日も先生の言うことを聞いてきちんと書くドリルや弾く宿題もやってきてくれました。いつも頑張らなくてもいいんです。誰にでも体調の優れない時、この猛暑の中です。休みながらリラックスをしながら、楽しい会話にコミュニケーションを取りながら、ゆっくりとできることを楽しみながらやってみることが一番です。ピアノの奏法はいろんな奏法がありますが、曲の形式や構成、音楽用語や速度記号など理解をしながら弾いてみる。先生はいつも楽譜に書き込みをしています。今日も先生にいろんなお話を聞かせてくれました。幼児期の導入は楽しむ気持ちが一番です。誰でも自分の話を聞いてもらうと嬉しくて楽しくて、また来よう、またやってみようと思う気持ちになります。自分の話をきちんと覚えていてくれる、誰でも嬉しいものです。喜ぶことをやってみる、楽しいことを共有してみる、それが長続き上達への近道です。先生もいつもよく練習していること、子どもたちはいつも知ってくれています。当ピアノ教室は保育園の女の子から小学生の女の子、
実にさまざまな個性を持ったお友達が習いに来てくれていますが、生徒に教え、逆にいろいろ良い教わる良いスタンスとコミュニケーションを心がけています。この暑い時期です。みんなも無理をしないで指のトレーニングを楽しみながらやってみましょうね。あげる、いろんなメロディーに伴奏をつけてあげることが幼児期の導入には大切なことです。好きに上達するためには好きになる、楽しむことが一番です。当ピアノ教室はいろんな個性を持った女の子に来てくれていますが、誰でも自分の話を聞いてもらう、よくできたねと褒めてもらうと嬉しくてまた来ようと言ってくれます。好きなテーマソング、お辞儀のテーマ、いろいろ知っている曲を学んでみることが一番ですね。それでは皆さん、頑張りすぎずにリラックスして楽しんでください。ピアノもエレクトーンも弾けるととっても楽しいです。主要三和音や終止形、いろんな音楽用語に速度記号を理解しながら弾いてみる。先生はいつも反復練習を繰り返していますが、この暑い時期です。子どもたちも集中力が少ないものです。休みながらゆっくりと楽しむ心を大切に。今日も実に楽しいお稽古でした。良い子の皆さんも楽しみながらやってみましょうね。ドレミはイタリア語で表記されています。それではまた、皆さんも良い週末をお過ごしください。今日も楽しいお稽古でした。いつも先生はとっても嬉しいです。褒めてくれる人の話はきちんと聞いてくれます。誰でもよかったね、できたね、かわいいねと褒めてもらうと、またやってみよう、来るのがとても楽しいなと言ってくれます。子どもの集中力を保つためには、楽しいなぞなぞ、音当てクイズ、メロディー調音、ソルフェージュを少しずつやってみる、楽しみながらやってみることが一番です。知っている曲から学ぶことが一番です。今日も楽しいレッスンでした。人には良い言葉がけをしてあげましょうね。